ね、いつも僕ははね、ね、ね。お昼は、ね、なんかもうそわ,そわすするわけですよ、ね、何かしなければならないみたいなね <laughs> そうそう <laughs> これ現代病だと思う僕だけじゃないと思うんですけどね、うん、なんかこうあのー、ねひ昼間で何て言うのお昼にねこうなんかベッドベッドっていうかまあヨギーとかの上でね寝っ、ね、転がってねなんかうーんってしたらねなんかあっ ってなってくるんです <laughs> 何かしなければならないみたいな <laughs> 時間を無駄にしてるんじゃないだろうかみたいになってくるんですよね。なんですけどねあの今日ツイッターでつぶやいたようにね何だっけあれ何もしない贅沢見みたいなね とかなんかそういう言葉何て言うか、まあ、あるじゃないですかね。何もしないことこそが贅沢みたいなね。なんかその言葉をねなんか思い浮かべるとね「そうだ!」ってね。何もしないことこそが贅沢なんだみたいな。なんかまあ、何か今何言ってるか分かんないかもしれないですけどね。うんあのなんかねその言葉を思い浮かべるとなんかねこう落ち着けるってことに気がついたんですよね。だから今日はねあのえっ何だったっけえー、っと今日は何だったっけあれ え今日は、あんな、何としようとしたか忘れたわあ、うん、ああ、なったっけ、あそう、そのことは呪文のようにね、途絶えながらね、のんびりしておりました。ん